ちゃくちゃかっこいいですね、歪んだサウンド。どうもこんにちは、くましです。本日はソフトウェアのですねベースアンプシミュレーターを、レビューしたいと思います。はい、まあ DAW でね、パソコン上で音楽を作ったりとか録音したりするときに使うようなソフトウェアの紹介でございます。はい、ベースアンプのですねシミュレーターっていうのはまあいろんなねメーカーから出ているんですけれども、なかなかね決定版みたいなのが難しかったりとか、まああとは、作曲はねやられてベース専門ではないんだけどベースをたまに録音するよっていうギタリストの人とか作曲家の人とか、そういうときにそういう方って、ベースアンプシミュレーター意外とね困ってたりとかすると思います。ライン取りでそのまんまではちょっと味気ないけど、まあアンプシミュレーターなんかかましたいよね、となった時に、まあなんか、これといったものはね、意外と見つからなかったりしてる人は多いんではないかなと思います。はい。で、今回ですね、紹介するのは、ギャリエン・クリューガーというね、まあアメリカのブランドのもう定番ベースアンプですね。多くのプロミュージシャンが使ってるベースアンプのシミュレーターの紹介です。で、これがね、ものすげえいいんですよ。で、すごいね、ジャンルを問わないし、音色を問わない。すごい幅広さを持った、使えるベースアンプシミュレーターです。これをですね、紹介していきたいと思います。はい、オーディフィードっていうところの GK アンプリケーション3 Pro。というですね、製品の紹介でございます。で、僕のチャンネル見てね、いらっしゃる方、まだまだ、ビギナーの方も多いと思いますね。ちょっとプラグインブティックのサイトからのインストールのね、流れもちょっと解説、していきます。まずはですね、プラグインブティックのアカウントをまだ持ってない方はですね、プラグインブティックのサイトからアカウントを、登録することになります。無料でできますし、メールアドレスだけで、全然できますんで、まずはメールアドレスとパスワード設定して、ここでね、作っていくという感じです。で、プラグインブティックのアカウントができたら、このページですね、GK アンプリフィケーション3 Pro を、カートに入れて買うと。トライアル版もあるので、まあ、まず買う前にトライアル版を一回試すというのもありだと思います。はい、まあ、これをカートに入れて、まあ、あとは、支払い方法何がし考えていくという感じです。で、この画面で支払い方法を選択して購入するという感じです。はい。購入ができたら、このシリアルナンバーを控えて、このダウンロードっていうところで、このオーディフィードのサイトに飛びますんで、この、プラグインブティックで購入して、この出てるシリアルですね。シリアルを、まあ、このオーディフィードに打ち込むと。はい。で、そうすると、認証されて、いよいよ晴れて GK アンプリフィケーション3 Pro がダウンロードすること、インストールすることができるようになります。はい。プラグインブティックで購入する場合、こういう手順を踏むことが結構多いです。プラグインブティック上で購入して、で、ダウンロードするのはその本家のメーカーのサイトで、インストールとか、認証するみたいな流れになることが結構多いです。でですね、インストーラーがダウンロードできたら、普通にダブルクリックして何がし何がし進めていけば、無事インストールされることになると思います。はい、じゃあダウンロードで、確認していきたいと思います。はい。まず、オーディオインターフェース直で繋いでるこのベースの音がこんな感じです。はい。まあ非常にラインで、パッシブのベース繋ぎましたみたいなサウンドだと思います。じゃあ、ギャリエン・クリューガーをですね、つないでみましょう。はい、オン。はい、こんな感じ。もう画面がかっこいいですよね。で、今これ開いた状態のデフォルトの、プリセットです。ここにプリセット1のデフォルトのプリセットで、まず音を出してみましょう。はい。もうかっこいいよね。まずこの4弦のどっしりした感じで、これそれからこの3弦で聞くこのなんとも気持ちいい中域ですね。
デフォルトでこんなかっこいい音なかなか出ないですよね。ちょっとピック弾きでいきましょう。いかがですか、抜群にかっこいいんじゃないでしょうか。はい、さすがギャリエン・クリューガーでございますよ。はい、で、これがデフォルトのプリセットです。まあ、まずちょっといじる前にプリセットを聞いてみましょういか。はい、これデフォルトでクリーン、ドライブ、スラップと今、3カテゴリーで、プリセットがあって、その中にこう枝分かれしているという感じですね。はい、スラップちょっとやりましょう。カリフォルニアファンクスラップ、まあレッチリってことなんですかね、これギャリエン・クリューガーらしい。アグレッシブドライブ、アグレッシブですね。めちゃくちゃかっこいいですね、歪んだサウンド。今度クランチードライブ、クランキードライブ、個人的にね、こういう感じのサウンド大好きですね。これが一番好きかもしれない俺。このジャキッとした感じですよね。でピッキングの強さによって歪むのか歪まないのか、瀬戸際な感じ、こういう感じすげえ好きなんですよね。でコンプレッション感もね非常にあるという。うん、めちゃめちゃいいですね。ちょっとこれ覚えとこう。ドライブのこのクランチ、クランキードライブですね。はい、次がトランジスターモンスタードライブ。激しく歪ませるとこれはこれでかっこいいですね。語彙力がなさすぎて全部かっこいいしか言ってないけど、でも実際かっこいいしかないよねこれ。やっぱ歪みのこのプリセットクソかっこいいね。うん、でクリーンに行きましょう。コンボパワー、あ、このアンプすごい、なんか持ってた、このアンプすげえちっちゃいのにめちゃめちゃ音でかいやつ。あ、ちょっと指で弾けって感じですよね。こうブリブリする感じのプリセットですね。っていうかプリセットの種類がむちゃくちゃ豊富なんで、なんか自分で一から作るっていうことをしないで、まず自分のイメージに近いプリセット選んで微調整するっていう使い方がいいと思います。これ
このなんかカサカサするの上手い人が使う感じの音色っすよねこれ。なんか上手い人の音これ。こういうディープクリーンってこのプリセットみたいな感じでこうちょっとねハイファイなクリーントーン、これってのは例えばジャズとかフュージョンとかね、そういう手のジャンルにもすごくマッチするんではないかなと思います。スタジオセッションクリーンの方が気になるな。使いやすい。これすごいシンプルなサウンドセットですね。はい、といった感じでまずプリセットがすごい使える即戦力プリセットが、全部です。はい、すごいやりすぎたエフェクティブなねプリセットとか、これ絶対いつ使うのみたいな、飛び道具的プリセットとかほとんどなくて、あらゆるね音色しっかりとサウンドメイキングされたプリセットが並んでいます。なので、一からサウンドメイクする必要もなく、ほとんどがプリセットそのまま呼び出して録音スタートで、音色が決まると思います。でその中で、ジャンルとか、自分のバンドの内の、立ち位置とかそういうのに合わせて微調整をしていくという使い方ができるアンプシミュレーターではないかなと思います。もしですねこの音色気に入ったよとか、あやっぱかっこいいなこの質感って思ったら、とりあえずこれをぜひ試してみてはいかがかなと思います。はい、でプラグインブーティックの方からトライアル版ね、お試しで使えるっていうのもありますし、まあ皆さんよければですねチェックしてみてはいかがかなと思います。はい、というわけで本日の動画は以上でございます。バイバイ。